爽やかな朝ですね。見てください、雲一つない。この感じ、これぞツーリング。いいですね。たまんねえものが。おはしーびー、ございまし CB。はい、どうも黒島です。ということでね、CB1100 ツーリング。ね。もうね、このチャンネルを見てる人だったらね、もうどこかっていうのはね、もうすぐにわかると思うんですけどね。もうこの道映すの何回目だっていうぐらいのこの矢作ダム感ありますよね。矢作湖へ通じる、この矢作川ですよね。いいですね。もう何度でも撮りますけどもね。いや、もう暑くて山の方以外行く気がしない問題っていうのはありますからね。致し方なしというところで。引き続きお付き合いいただければと思います。はい、ということでね、やっておりますけれども、特にネタもないのでね、まったりとツーリングする様をね、撮りつつ、行っていきたいと思います。はい、現在気温は28度。はい、ってことでね。ってことでね、言い過ぎだ。YouTuber 何々ってことでねっていうのと、何々していこうと思いますっていう言い過ぎ問題ありますよね。私もその例に漏れないわけですけれども。なんだろうね、間が空いちゃうところを埋めようと思うと、そういう言葉がスッて出てくる。おお、なんだ、すごい、ジムにジープ的なやつがなんか捨ててありますね。だいぶ朽ちてますけど、あれ大丈夫なの。すごいね、なかなか雰囲気あった。まあいいや。なんかね、間が空いちゃうとね、そういうなんかこうね、今みたいなこうねとかこう言っちゃうんだよね。あー涼しい。今日ね、日中34度までね、名古屋は行くって言ってるんで、下手すと36度とかまでね、行くところも愛知県の南の方だとあるみたいなんでね、恐ろしいですね。そんなになる前にさっさと帰りましょうっていうところでね、サクッとダムサラサラっとこう回って、もうサってもう帰りますんでね。ちょっとね、タイヤ、さっき別の動画でも言ったんですけど、タイヤがね、ちょっとね、ひび割れてきてるんで、タイヤの端っことかをね、端っこまでは行かないまでも、空気圧パンパンに入れてるんで、端っこは使えないですけど、もうちょっとね、外側も使った上で、味わった上で、この純正タイヤね、ダンロップ D205、これを使った上で、新しいタイヤに交換していこうという目論みでございます。まあ、なのでね、やはりやらかすと言ったら、矢作だろということで、行ってきたいと思います。楽しみですね。行ってきましょう。いやー、それにしてもね、やっぱ気持ちがいいですね。晴天、夏、川沿い、これ以上何を望むのかと思うね。海沿いとかもね、行きたいは行きたい問題あるんですけど、海沿い行くと今の季節ね、クソ、バカクソ混んでるんで。もうね、もうダメですね。もう、人間アンチなんで。人類アンチなんで、私。もう、うぞううぞうどもが、こう、なんかもう、芋洗い状態で、ぎゅうぎゅうに同じ場所にいるのが、もう、ご時世的にもアウトだし、私の個人的にも、ああ、もう人が多いと。なんだ、人間がこう、わーって集まってる場所の、なんだろう、なんつったらいいんだろうね、この雰囲気、エネルギーとか、人間の活力が、こう、いっぱい集まってるところっていうのはね、どうも苦手なんですよね。ドインキャー丸出しですけど。そうなんですよ。だからね、ちょっとあんまやっぱりね、こう、ツーリング行くにしても、できるだけこう、人気をこう、避けたところ行きがちなんですよね。避けて行っていくと、最終的に林道に入っていくっていう謎のね、謎の感じありますけれども。今月2回目です。この夢かけ風鈴のね、この感じです。前ね、夢かけ風鈴も映像撮りましたんでね。見たい人はそっちを見てくださいというところでございます。お、すごい。風鈴鳴りまくり。こっちもね、風鈴飾ってありますけど。これね、なんかもっと右の方曲がって奥行くと、めちゃめちゃすげえ数の風鈴がね、置いてあるんですよ。めちゃめちゃ涼しげですよ。ほんとに。まあ、もう行かないですけどね。ああ、ここで曲がるのか。大変だな。頑張れ、頑張れ。ああ、どうしよう。ここが最後のコンビニだけど、まあ、そんな長居もしないんでね。ちょっと行って、ペッと走って、パッて帰っていきましょうかね。買いません。いや、いいっすね。この急斜面でも、ぐいぐい登っていく。カブとは違いますね。前にカブできた時は、まあ、こういう急斜面でもしんどい、しんどいって、110でもしんどい、しんどい言ってたんですけど、もうね、CB のパワフルさたるや、やっぱ CB はいいですね。オファ CB の違いがございますね。ということで、じゃあ、タイヤ使っていきましょうか。いやいや、もうそんなやらかさないですけどね。まったり行きましょう。まったり行きつつも、でも、ちょっと気持ち倒しめで行きましょうかね。うん。お、
くりした。あー涼しい。今まだね太陽が傾いてる時間帯なんで、これ日陰があっていいですけど、こう 真っ昼間になるともう日陰がなくなるんですよね。なのでね、もう11時までには帰りたい気持ちは人一倍、誰にも負けませんっていうところでやっていこうと思います。いやーやっぱ気持ちいいね。いい、実にいいこれですよ。いやただちょっとあれだな、なんかやっぱタイヤのなんだろうな、接地感というか、うん、若干やっぱグリップに違和感を覚えるな。そしてねこの道の端っこの方にこう砂が微妙に浮いてる感じね、うん、ちょっと気をつけていかないとですね。かといってあんまセンター寄りに行くとね対向車来ますんで、やはりスピードを出さないというのがね大事なんでしょうね。お、よいしょ。おうおうおう、やっとるやっとる、うん、やってますね怖い怖い。おおやっとるやっとる、おおやっとるやっとるいいですね。いやよくはないんだけどねまあそれはそれってことでね、雰囲気はねこんな感じというところで私はあんな風にはもうやりませんけれどもね。やっぱこう右へ左へこう揺られてる感じはやっぱいいですよね。なんて言ったらいいんですかね、この CB の18インチの方のモデルだとね、どうしてもやっぱり直進安定性はすごいピカイチでいいんですけども、旋回性となるとね若干こうやっぱりのぺーっとした感じのゆったり曲がるって感じなんでね、まあ、速さを求めるんだったらやっぱ RS を買いましょうやって話で、でもこのまったりゆったりと曲がる仕様だからこそ、これちょっとしたカーブをね曲がるだけでもよっこいしょってやってやんないと曲がんない感じ、これがなんていうかこう乗ってる感ですよね。ああ、今俺は操ってるぞっていうね、この CB1100 をよっこいしょっつってね、よし曲がれ、よしよしよーいって感じでね、ああやったぞっていうね、この感じが乗ってる感ですよね分からんけど、知らんけど、これがねなかなか気持ちいいんでございますよ。なのでねぜひですね、乗ったことない人はね、この18インチモデルのね CB1100一回試していただければいいんじゃない。もう試す機会がもうないですけどもね、中古以外で。こういう細かいところは確かに苦手こういう細かい切り返しは確かにこうよっこいしょよっこいしょってやらないといけないんでね、やっぱり苦手ですけど、だけどこれがね逆に気持ちいいっていうところもありますよね。乗ってる感につながる。その代わりねスピードは出せないけどね当然ですけど、スピード出したら死にます。でももうね CB1100 いいなって思ってる人はそんなね、そんなバカみたいなスピードなんか出さないでしょうからね、それでいいと思うんですよ。まあなのでね、おなんか車来てるように見えたけど来てなかったわまあ警戒するに越したことないですからね。やばい、なんやかんや言って、おおめちゃくちゃいいな、いいけど今のところ止められねえんだよな。なんかこうね、もうちょっと撮影スポット的なところをね整備してくれたらめちゃくちゃいい観光スポットになる気がするんですけどもね、この矢作ダムも。だってね駐車場作るぐらいそんな言うてね、あまあでも崖だからまあ大変かそんな簡単なことではないか。よっよっ、そう、ね、でもせっかくだったらねもうちょいなんかこうまったりできるスポットをねいくつか作ってくれるとありがたいですけどね。なんか矢作でも来るたんびにこんなこと言ってる気がするけれどもどうなんでしょう。いよ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 っとってな感じでね、あよいしょと。さてどんなもんかな。ふうねえ、この開放感、これよこれですよ。うん、いいいい、実にいいまあでも暑いしな、ちゃっちゃと行きますか。人もいるし、おなんか木がない。おすごい、えすごい、ちょっと写真撮ってこう。